ゴールキーパー北村海地リー、そしてディフェンスは3バック、右から小笠原、川島、鈴木、ダブルボランチに杉田と水野、そして右のウィングバックに久保、左に榎本、2列目は横山と岩渕、そしてワントップ今日も渡辺亮が入っています。ゴールキーパー林、ディフェンスは4バック、右から内田、若狭、姿、キム、ダブルボランチに鎌田とエベルトン、右に合計、左に今日は木田です。そして2トップは中島と山田のセレッソのレンタルコンビという組み合わせです。さあここから縦に中島、一旦下げて、さあ中盤鎌田がボールを持ってドリブル突破、鎌田打っていった、ポストに当たりました。いや積極的な鎌田のミドルシュート、まず出ましたね。素晴らしいシーンですね。さあここ詰めていくのが仙台、ここでプレッシャーをかけて奪えるかというところですが、横山が出てきて藤沢もボールを回収、さあ左サイドが空いている、榎本が入ってきて切り込む、枠を捉えることはできませんでした。北村から前、おっと林が前に出てきているぞ、このまま蹴って決まった、渡辺のゴールが決まりました。3試合連発、藤枝舞 FC エース渡辺の今シーズン9ゴール目。早かったですね。キーパーのボールも非常に良かったですけど、渡辺選手はセカンドボールに意識してましたよね。こうしてピッチを広く使ってくるのが藤枝です。さあ中央、ここからもう一度榎本、さあ1対1作った、榎本シュート、今のもゴールキーパー林がよく対応しました。さあ今度は仙台がチャンス、一気にカウンターだ、山田がここまで駆け上がってきてどうする、自分で行った、跳ね返ったところ、なんとか防いだ。そしてこれは今イエローが出ていますね。反応早かったですね。豪家選手の方が少し前にいたので、それでも全力でゴール前から戻ってきてた、まさに体を張った全力プレーですよね。はい、少し両サイド前に上げましたよね、はい、ここの中盤のところでしっかりとパスをつないで、中山選手を起点にこの後ですね、豪華選手が外に流れて、はい、ここ空いてきますよ。さあここからエリアの中入れるか、坂田のクロス、中山決まった、変わって入ったばかりの中山がいきなり決めました、今シーズンの初ゴール。選手交代がズバリと当たりました。仙台中山選手良かったですね、自らと起点、ここで起点となって、はい、そしてサイドに叩く、ここから中に入ってきますよね。ただここ3対2なんですよね、サイドのところで、ここをうまく崩して、はい、ここをうまく突破しましたね、はい、そしてニアに。さあこの時間帯は仙台の流れになっています。仙台のチャンスシーンが続きます。さあ加藤がボールをキープして、中山、もう一度加藤、頭際激しくいく、エベルトンが前に出して、豪華のシュート決まった、仙台逆転、うまいゴールですね。立て続けに得点を奪いました仙台、今のシーンです。ここ良かったですね、ここ取られないようにセカンドボールしっかりとエベルトン選手が狙って、スルーパス豪華選手が丁寧にループシュート。さあ奪った、渡辺が、ね、久保前を見て、久保のシュート決まった、藤枝舞 FC 同点、最後突き刺したのは久保です。いい攻撃でしたね、渡辺選手の前向きのドリブル早かったですね、はい、そしてベガルタのディフェンスを真ん中に集結させた後ですね、ここです、久保選手いいポジショニングでした、ファーストタッチ良かったですね、ゴールに向かっていたので
まあ、ただこのシュート素晴らしいです。サイドネットにミート、すごく技術あるシュートですね。まあ、ここのファーストタッチですね、綺麗にいけてました。自分で打つぞという気持ちが入ったゴールですね。さあ今度も右サイドから、今度は逆、榎本が駆け上がって左足でクロス、ヘディングシュート、横山、いや林選手よく止めましたね。今のシーン素晴らしいですね。まあ、藤枝としても素晴らしい攻撃から中前潰れた後、横山選手よく入ってきましたけど、はい、もう一度鈴木からのボール、右サイド、面白いところですね。さあ矢村が受けてシュート打てるか、シュート決まった、再び逆転、藤枝、決めたのは途中出場の矢村。トラップ素晴らしかったですね、矢村選手。あそこ後ろの体勢から前向いて、まあ、ここよく競り勝ちましたし、ここもセカンドボールの反応なんですよね、はい、相手のディフェンスよりも前に入ってて、そしてここで試合終了のホイッスル、藤枝舞 FC、 J1 経験豊富なベガルタ仙台を逆転で撃破し、勝ち点3を獲得しました。